コングスベルグは、ノルウェーの都市で、ブスケル県のヌーメダール谷の南端に位置する。面積792平方キロメートル。人口24,020人。1624年、当時のデンマークノルウェーオークリスチャン4世により、工業地区として王の町の名を授かった。1802年に公式に商業都市としてロイヤルチャーターを授かった。現在のコングスベルグは、 ノルウェーの主要、軍事産業会社コングスベルググルッペンの本社がある、ことで有名である。死の紋章11972年から使用されており、1689年からある古い死の紋章を元にしている。ローマ神話の神ヤヌスが、ローマ皇帝の姿で表されている。手に持つ剣と天秤は正義を表す。北にフレスベルグ、東にウーブレーエケルト、豊富、南に、 シーエン、シリアン、ラールダール、西に、ノトケン、サウヘラと接する。最初の二つは、ブスケルー県で、ホーフトラールダールは、ベストフォール県、残りは、テレマルク県である。町は、ヌーメダールスローゲン側で二つに分かれており、川は、町の中で三つの滝となる。オスロからの道路の便が良く、鉄道とバス路線も通っている。コングスベルグは、古い銀山として、 特に知られ、1623年から1957年までに掘り出した銀鉱石から約1350トンもの銀を産出したと言われる。1770年には4000人の鉱山、労働者が雇われ、町は当時ノルウェー最大の町だったベルゲンの次に人口が多かった。鉱山から銀生産が減少した1807年から7年間続いた戦争。 1810年に、西部を焼いた大火など、苦難の年月を経て、鉱山は1814年に国防産業とされ、政府に欠かせない存在となった。平和な時期に、国防産業は先端技術を駆使して発展し、現在も市の雇用の多くを年出している。1987年、国営のコングスベルグ・バペンファブリックは、先端技術を 共産権へ売り渡したとして、大共産権輸出統制委員会に摘発され、重大な財政危機に陥った。この結果、会社は部門ごとにバラバラに解体されて一部は民間会社へ売られた。今日では、防衛部門のコングスベルグディフェンスエアロスペースと、開示部門のコングスベルグマリタイムを中心とする、ノルウェーの主要ハイテク産業集団となり、オスロ証券取引所に上場している。 コングスベルグは、ノルウェーのミント効果のふるさとで、1686年より、続く、国営会社が鋳造していたが、2003年に、フィンランドノルウェーの合弁会社に売却されている。鉱山銀行が16世紀半ばに最盛期を迎え、人口が増えるに従い新たな協会が必要となり、コングスベルグ協会21年かけ1761年に、完成した。外観は、 赤レンガであるが内部はバロック様式の豪華な室内で装飾されている。最大で2400人を収容できるノルウェー最大級の教会建築である。教会にはドイツ人オルガン職人ゴットフリート・グローガー作のバロック様式のパイプオルガンがある。1999年に全体を修繕し2001年に再度お披露目された。42音の出る。 スカンディナビアで最も大きいオルガンである。毎年1月末になると、グローバー音楽祭が開催される。1964年から、毎年国際的なジャズ音楽祭、コングスベルグジャズフェスティバルが開催されている。地元企業がスポンサーを務め、B.B. キング、ダイアナ・クラール、オーネット・コールマン、ジョシア・レッドマン、ジョン・スコフィールドといった著名ミュージシャンが演奏してきた。 コングスベルグの生んだ最も有名なミュージシャンは、アーハのボーカリスト、モートン・ハルケットである。作曲家、ピアニストのクリスティアン・シンディング、ハルフダン・クレベ、ホーコン・アウストボ、ジャズピアニストのモートン・クベニル、ジャズギタリストのイバー・ル・グリデランも、コングスベルグの出身である。市内の通りコングスベルは、スキージャンプ競技選手を多く輩出してきた。 戦前のオリンピック金メダリストのビルゲルルーとペッテル・フークステットラである。彼らは1930年代から1940年代のオリンピックや国際大会で活躍した。彼らのメダルはコングスベルグスキー博物館に展示されている。近年ではスノーボードハーフパイプ競技の銀メダリストであるスティーネ・ブルン・ヒールダースがコングスベルグ出身である。スタティスティックノルウェー ありがとうございます。